こんにちは、保険市場の浦野です。本日は個人事業主、自営業の夫や妻が亡くなった場合、遺族年金はいくらについてお話しいたします。よろしくお願いいたします。個人事業主である夫が専業主婦である妻と幼い子供の2人の計3人を残して亡くなったというケースを例にします。この場合、妻はどのような遺族年金の支給を受けられるのでしょうか。なお、亡くなった夫は会社員、公務員の勤務経験がなく、また保険料納付要件を満たしているものとします。公的な遺族年金には国民年金から支給される遺族基礎年金と厚生年金保険から支給される遺族厚生年金の2種類があります。どの遺族年金が支給されるのかは、亡くなった配偶者の働き方によって変わります。今回の例では、亡くなった夫は会社員、公務員の勤務経験がないため、遺族厚生年金は支給されません。遺族基礎年金について詳しくお話ししていきます。遺族基礎年金は支給対象となる遺族の範囲が限られていますが、このケースの妻はこのある配偶者に該当するため、遺族基礎年金の支給を受けることができます。遺族基礎年金の額は定額で年間78万900円です。ここに子供2人目までは1人当たり22万4700円の加算が行われ、支給される遺族基礎年金の合計額は年間123万300円となります。ただし、遺族基礎年金は子どもの成長に伴って変化します。子どもが2人いる配偶者の場合、上の子どもが18歳の年度末を迎えると、まず上の子ども分の加算が終了します。さらにその後、下の子どもが18歳の年度末を迎えると、配偶者はこのある配偶者ではなくなるとされ、遺族基礎年金の支給そのものが終了となります。また、子供が結婚した、子供が亡くなったなどの理由でも年金額に影響があります。ずっと同じ額の支給が続くわけではないことを知っておきましょう。遺族基礎年金の支給を受けるには、一定年齢以下の子供がいる配偶者であることが要件になります。うちは子供がいないから支給が受けられない。子供が小さい間は受けられるけど、将来亡くなるのかとがっかりした方もいるかもしれませんね。しかし、国民年金には独自の給付制度があり、一定年齢以下の子供がいない配偶者でも給付が受けられる可能性があります。それが過負年金と死亡一時金です。過負年金は、夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまでの5年間支給を受けられる年金です。過負年金には妻のみが対象で、夫は対象にならない。婚姻期間が10年以上必要など、遺族基礎年金と比べて厳しい要件があることには注意が必要です。年金額は夫の死亡前日までの第1号被保険者期間から計算した老齢基礎年金の4分の3です。老齢基礎年金は満額で78万900円ですので、最大で年間約59万円となります。もう一つの独自給付である死亡一時金は、過負年金よりも要件が少ないため、受け取れる可能性が高くなるでしょう。また、支給対象となる遺族の範囲が広いことも特徴です。支給要件についてはこちらです。亡くなった方について、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済み期間が3年以上あること、亡くなった方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給していなかったこと、遺族基礎年金の支給を受ける遺族がいないこと、給付額は亡くなった方の保険料納付月数によって異なりますが、最大32万円です。死亡日の翌日から2年を経過すると請求できなくなるため、請求期限に気をつける必要があります。なお、過負年金と死亡一時金の両方の支給要件に該当する場合は、どちらかを選ぶことになります。
金額や支給のタイミングの違いなどをよく考慮し、自分の希望に合ったものを選択しましょう。繰り返しになりますが、遺族基礎年金は子供がいない方には支給されません。また、子供がいて支給を受けられたとしても、子供のいる会社員、公務員の家族と比べると、厚生年金保険がない分だけ少ない年金額になってしまいます。このことから、個人事業主、自営業の方の家庭は、より積極的に万一の備えを考える必要があると言えるでしょう。配偶者が亡くなったら、とは考えたくもないことですが、今から少しずつ備えておくことが家族の安心につながるはずです。一人で備えを考えることが難しい場合は、保険市場で相談してみてください。ファイナンシャルプランナーなどの資格を持ったコンサルタントと一緒に、無理なく安心を手に入れられる方法を探してみましょう。本日は以上です。ありがとうございました。